東京五輪で盛り上がる韓国の反日ムーブメント、東京オリンピックに関心が集まる中、韓国では反日言動が盛り上がりを見せている。韓国の文在寅大統領が切望した日韓首脳会談が叶わず外交的成果が得られない中、韓国のメディア報道は反日に走っている印象である。中でもその批判はなぜか旭日旗に向けられるケースが目立ってきた。実際オリンピック開催を目前に韓国体育会が韓国代表選手団の滞在施設に横断幕を掲げ、国際オリンピック委員会 IOC によって撤去を要請された件も旭日旗関連だった。横断幕には豊臣秀吉の朝鮮出兵で日本に勝利した李承信将軍のメッセージから考案されたもので、抗日勝利を象徴する内容が記されていた。オリンピックは平和の祭典であるにもかかわらず、平和と友好を祈願するものではなく、韓国のナショナリズムを彷彿させるものだったわけだ。李承信将軍は抗日の英雄であり、韓国の誇りである。仮にこれが選手団を鼓舞する目的だとしても、スポーツの国際大会で大韓体育会は反日プロパガンダを連想させる横断幕をかけることはいかがなものかという指摘が出るのは当然だろう。しかも赤字に白い文字で書かれた横断幕は、韓国国内でよく見かける抗議デモ用の横断幕とデザインが似通っている。文面を無視したとしても、これでは横断幕が応援なのか抗議なのかと疑問を呈されても仕方がないだろう。日本の歴史歪曲を許すなと国際オリンピック委員会 IOC はオリンピック憲章50条に違反するとして横断幕の撤去を要請した。大韓体育会はこの要請を飲みつつ、日本人が旭日旗を持っていったデモを逆手に取り、旭日旗の使用も禁止すべきだと IOC に抗議した。韓国はすぐに横断幕を取り外し、朝鮮半島をモチーフにしたと思われる虎が描かれた垂れ幕を掲げた。この素早い動きから、横断幕の撤去は想定範囲内であり、むしろ旭日旗の全面禁止要請が本来の目的だったのではないかと指摘する向きもあるほどだ。こうした一連の騒動をめぐって、韓国メディアの反応は日本バッシングにあふれ始めている。ある反日教授は、虎の絵にも文句を言う日本のマスコミを右翼と批判した上で、日本は侵略の歴史が世界に広まることを恐れている、日本は戦犯国イメージが世界に定着するのを危惧している、などと発言。また、日本選手団の選手村にはことわざの、後ろ暗ければ尻餅つく、と書かれた垂れ幕を掲げたいなどとコメントをしていた。韓国のネットユーザーの間でも、ムカつく、大したことないのに大騒ぎだね、日本の歴史歪曲を容認してはいけない、と騒ぐ声も出ている。韓国の本音？一方で、韓国で著名な漫画家ユン・ソイン氏が Facebook で、何も書けなければいいじゃない、何も書けないのはそんなに難しいのかな？私の祖国なのがすごく悲しい、と発言した。するとその発言を朝鮮日報が取り上げると、多くの、同意する、というコメントが上がった。韓国選手村の幕事件は韓国民でさえ呆れ返る愚行となってしまっているわけだ。そもそも日本の旭日旗を戦犯旗などとして批判している国は韓国くらいである。日本の外務省によると、旭日旗の意匠は日照旗同様太陽をかたどっており、
大漁旗や出産、節句の祝い旗等、日本国内で現在までも広く使用されているものである。そこに政治、差別的な主張はない。韓国にて旭日旗が戦犯旗扱いされ始めたのはそれほど昔ではない。 Google トレンドでネットの検索量を調べると、韓国語で旭日旗と戦犯旗がセットで検出され始めたのは2010年代前半だったことがわかる。2010年代前半というタイミングに関しては、2012年には日韓関係を悪化させる2大事件が起きていることが記憶に新しい。一つはイ・ミョンバク前大統領が突如竹島に上陸し韓国領であることを主張した件だ。またロンドンオリンピックでは韓国サッカーの代表選手が上半身裸で韓国国旗の対局旗とともに、独島は我々の領土と書かれたプラカードを競技場で掲げた。続いて2013年には、今や反日言動で高い知名度を持つ実信女子大学の教授が、全世界で旭日旗を禁止すべきだとするキャンペーン動画を英語で制作し、YouTube で公開した。こうしたいきさつを経て、その後は事あるたびに反日団体や韓国の知識人、反日ネットユーザーがこぞって旭日旗を日本の帝国主義の象徴として問題視し、メディアが大きく取り上げるようになったのではないだろうか。売国度呼ばわり、このように韓国では旭日旗が一人歩きしている。太陽をかたどった朝日模様は諸外国の国旗や軍旗、ファッションでも一般的なデザインであるが、韓国の反日ネットユーザーや知識人は過剰反応している。最近では大ヒットアニメの劇場版鬼滅の刃の主人公の耳飾りがデザインが旭日旗に似ているとして修正されたいきさつがある。さらにカナダ出身の人気歌手ジャスティン・ビーバーさんが音楽番組で着ていたジャケットもデザインが旭日旗を連想させるとして謝罪要請騒動に発展したこともあった。過去にも大手ハンバーガーチェーンが発売したズワイガニハンバーガーの包装デザインが旭日旗に似ているとして騒がれた。そして今回の東京オリンピックでもパラリンピックのメダルデザインやゴルフの日本代表ユニフォームが問題視されている。太陽の中心から四方八方にラインが伸びた朝日模様については韓国人ですら気をつけなければならないようになってきている。特に人気商売の芸能人にとって死活問題である。芸能人の写真の背後に朝日柄が少しでも写っていれば批判され、売国度呼ばわりされる可能性があるからだ。朝日模様が少しでも入った T シャツなどを着たり、旭日旗を彷彿させる柄の入ったうちわを持っていたりしても、全く意図しないところで批判される。このように芸能界での過度な旭日狩りは表現の自由が脅かされている状況とも言える。一般人も要注意だ。インターネット通販大手のクーパンは旭日旗ステッカーや傘などの販売を特定市民団体の抗議により禁止した。こういった抗議に対して、特定の市民団体や大学教授の意見を韓国メディアがさも国民の総意のように扇動報道を行っていることも問題だろう。過激な反日パフォーマンス。東京オリンピックにおける旭日旗騒動はしばらく続きそうである。スポーツの国際大会では、応援を通して国家間の対立が浮き彫りになりやすい。競技の多くは無観客で開催されるが、旭日旗を持った人がテレビやネットで映るだけで大炎上を招きかねない。
韓国代表選手たちの政治思想はわからない。しかしどの国のアスリートにとってもオリンピックが待ちに待った晴れ舞台であることに変わりはない。文在寅大統領は残り任期少なくなる中で支持率回復のために反日を煽ってくるかもしれない。しかしここからどんなに日韓戦が盛り上がりを見せたとしても、それを政治利用するような過激な反日パフォーマンスが行われないことを切に願いたい。